はい、どうもこんにちは、なゆです。本日も数学の題を提供していきたいと思います。今日の題材は2015年度の法政大学の入試問題です。学部学科はちょっと定かではないんですけど、この整数解は全部で何個という問題が出題されています。法政は文系の例えば経済とかは記述で、出題されているんですけど、理工学部とかは、マークなんですよね。本当は逆のような気がするんですけど、どういうわけか理工の方はマークで数値を記入するだけなんですよね。でおそらくこれは、文系の問題で、もしかしたら記述なのかもしれないけど、もしこれが記述だったらそのグラフとかを書いて部分点をしっかりと確保するっていう点もあると思うんですけど、それでも、もちろん、このレベルだったらしっかりと取り切れないといけないし、マークシートの形だとしたら、あるいはその回答選択みたいな問題だとしたら、これは落とせないですね。ミスっただけで0点になってしまうし、このレベルの難易度ってなかなかないので、これはしっかりと時間をかけてでも取るべきだと思います。はい、それではやっていきたいと思います。y イコール絶対値 x マイナス5というグラフを書いて、それと y イコール2分の1 x ですね、挟まれた部分ですから、これはその y イコール、2分の 1x よりも、このグラフよりも下、このグラフよりも下、それから y イコール絶対値 x マイナス5よりも上のところにある格子点ですよね。つまりここの中にある、この三角形の中にある格子点の数ということになります。これが、数え間違いしなければいいんですけどね。イコールついてるので、例えばここは入りますね、5、0っていう点、ここの点は5カンマ0という点ですけど、それはちゃんと満たすので入りますよね。で、この交点とかはまず調べていきましょう。方針としてはここの交点を調べて、で範囲が分かりますよね。 x の範囲と y の範囲も分かりますよね。それで横に切っていったり、あるいは縦に切っていけばいいんですよ。まず交点を求めるところからいきましょう。 x-5 絶対値のその5より大きいところですね。 x-5 イコール 2x 2分の 1x より、2x-10 が x になって x イコール10って出てきますね。つまり、ここの交点は10ってことです。で、10の時に5になるので、ちょうどこの高さが同じになるってことですね。でここの点は、しっかりと張ります。この点は、y が10で x が5の時なので、しっかりと入るので、点を数えないといけないですね。であともう一つ、ここに交点があります。この交点も出しましょう。マイナス x 足す5イコール2分の 1x より、 x イコール3分の10取ってきます。3分の10というのは3と3分の1ですから、4が手前にあるんですね。ここの値は3分の10で、4の値はここにあることになります。で3の値は一方こっちに来るわけですね。だから x イコール3という解はもうないわけですね。つまり4から10まで x の値は4以上10以下だっていうことが分かり、 y の値は0以上5以下ということが分かります。で y の方がその取り得る値が少ないの でしかも0と5の時は1個しかないっていうのが分かりますね。 y が0だったら x は5のみで、y が5だったら x イコール10のみということで、1つずつしか持たないってことが分かります。したがって横に切っていく方がいいですね。y イコール1の時にいくつあるのか、 y イコール2の時にいくつあるのか、 y イコール3、 y イコール4と4つ調べていけば、その全部数えることができるわけです。y イコール1で切ると、ここですよね、ここに1個あって、4の時に1個、それから5の時に1個上、ここに1個あります。傾きが1だっていうことから、すぐここは y イコール1は3つ見つかるっていうのが分かりますよね。4、5、6っていうのがの3つってことですね。で y イコール2の時はこの交点を超えるんですよ。この交点は、3分の10の2分の1なので3分の5になるわけです。
3分の5ってことはこれ 1.6 ぐらいなので、つまり y イコール2という線を引くとその上に来るわけですね。ここにで2とぶつかった点は2のところが2分の 1x で、初めてぶつかるところは4なので、ここにこういうふうに点ができる、4の時に2になるので、ここに格子点が1個ずつこうあるわけです。でどこまでいけるかっていうと、x-5 が2になるところなので7までですね。つまりここに4つ点ができるってことがわかるわけです。まあこの辺正確にね、あの図を書いていくといいと思います。 x イコール4から始まって4、5、6、7の4つですね。はい、次、y が3の時、 y が3の時には3イコール2分の 1x より x イコール6ですよね。で、だから6の時にこの上に初めて3というのができて、で横に1個ずれて、3イコール x-5 より x イコール8っていうのが出てくるので、8までですね。つまり x イコール6、7、8の3つということがわかります。6、7、8ですね。で同じように y イコール4の時には4イコール2分の 1x より x イコール8というのがわかるし、4イコール x-5 より x イコール9というのがわかるので、 x イコール8と9の2つですね。はい、ということで、こんなふうに図が書ければ OK です。で、全部でここで2個ありますよね。2個足す 3、 y が1の時3、 y が2の時4で、y が3の時は3で最後2個ということなので、全部で14というのが答えになります。これが答えです。はい、方正にしてはね全然難しくないと思うんですけど、丁寧にその格子点を数えていかないと、14という答えを13もしくは12とかってね、間違えてしまったら0点になってしまう問題だったとしたら、これはしっかりと時間をかけてでも、取り切る問題だと思います。まあ、他にね取れる問題があったら、まあ、別かもしれないですけど、まあでもこれは優しい部類の問題なので、取らないといけない問題だと思いますね。はい、ということで2015年度の法政大学の入試問題でした。